Dzień dobry, jestem Diego. Dzień dobry, Koli. Dzień dobry, jestem Maki. Konnichiwa, Maki desu. 今回はバブちゃんのポーランド語講座第2弾となってます。 今回はですね、ポーランドのアルファベット ABCD ですね と挨拶をちょっと勉強していきましょう。 Alphabet nasz polski masz A, O, B, C, C, D, E, M, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, N, O, U z kreską, P, R, S, S, T, U, W, E, Z, J, J. アルファベットいかがでしたか? オンとかエウとか、なんだ、 オに点がついてるぞとか Zが3つもあるのとかですね。 これはポーランドの独特なアルファベットになってます。 なんだかね、難しいようなんですけど、まあ難しいかな。 なんか発音がね、 ちょっとなんだこれ、私もまだこのZのね、3つのこの違いがね、 あんまりよくわからない。 一緒に勉強していきましょう。 S っていう字にこう点がついてるのがあると思います。これをですね、 S って言うんですけど、これちょっとね、聞き慣れないぞ、なんだって感じなんですけど、なんか抜けた感じ、歯と歯の間の抜けた感じで、 S ではなく、シューみたいな感じですね。 S ってこんな感じで言います。Z に点がついてるのがありますよね。これがですね、ちょっと濁ったズーっていう感じです。ズーって。そんな感じで言います。 Z ね、難しいですよね。なんだこりゃって感じなんですけれども、皆さん頑張っていきましょう。A、O、B、C、D、E、M、F、G、H、I、J、K、L、L、M、N、2、O、U、スクリスコン、 P, R, S, S, T, U, W, E, Z, J, Z. Dzień dobry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 . Cześć. 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 Witam. 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 Dobry wieczór.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  ポーランドの挨拶は3つあります。 ジンダブレ、 チェシ、 ビータンあります。 ジンダブレ、これが正式な挨拶となってます。 年上の人、目上の人、知らない人もこう挨拶する時には ジンダブレ、これがですね、もうどこでも使えます。 で、チェシなんですけれども、 チェシはですね、もっとラフな感じです。 やーみたいな感じですかね。 こう、年下とかお友達とか、 そういうなんか軽い感じの時に使うのがチェシです。 ビータンなんですけども、 ビータンはですね、チェシよりも親切なんですけど、 正式な挨拶ではないので、 ちょっとそこまで丁寧な言葉ではありません。 なので、まあ基本ジンダブレを使ってればですね、 皆さん間違いないと思います。 夜にはですね、ジンダブレではなくてダブレビエチョルになります。 Do widzenia.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  Na razie.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  Papa.
pa, 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 pa. Do jutr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 a. Do zobaczeni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 a. Trzymaj się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 . Miłego dnia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 . Dobranoc. 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 別れの挨拶なんですけど、基本ダビジェニャーって言ってバイバイってすればさよならなんですけど、やればもうどこでもですね、うん、問題なく大丈夫だと思います。まあお店とかでも普通にダビジェニャーって言ってバイバイって言って帰るので、そういう感じですかね。で、ちょっと親しくなってくると、ナラジェーと、またねーって感じなんですけど、まあこれもっと本当にお友達とかになると、ならじゃなーらーとか言ったりするんですけどね。まあそういうのもあります。あともう本当にもうちっちゃいことが使うんですけど、パパーですね。パパー、バイバーって感じです。バイバーイ、パパー、パパーって。パパーってね、ね、お父さんって感じなんですけど、いや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 、こっちではね、バイバイがパパになってます。また明日ねっていうのがですね、ドユートラーです。ユートラーが明日なんですけれども、それがですね、また明日ねになるとドユートラーになります。ダビゼニャーパパーナラジェはよく聞きますね。ドユートラー、まあ明日ねーって感じなんで、学校とか行く人は多分使うと思います。うん。挨拶はどこに行ってもやっぱね、大事だと思うので、皆さんね、これだけは覚えていきましょうね。ポーランド語って、やっぱりですね、入り口はちょっと難しいかと思います。まあ、入り口っていうか、まあずっと難しいんですけれども、もう私も最初は、シャシュ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 ってみたいな、シャシュ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 みたいな、なんだ、シャシュシュ言ってるぞ、この人たちは、みたいな感じでずっと聞こえてたんですけど、まあ、やっぱりですね、聞いてると耳慣れするもんで、何言ってるかぐらいはちょっとずつ分かってくるようになってきましたね。うん、まあ勉強不足なのでまだまだ全然なんですけれども、まあ一緒に皆さん勉強していきましょう。これからもバフちゃんにいろいろやっぱ教えてもらいますので、皆さんもこうご期待くださいませ。ナラジェパパー、またねー。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。Едешь, едешь, Сонечка, едешь.